ちょっと悲しかったですね。相棒のスモンが死んじゃうっていう。私は美味しくないよ。イルカのしつこいのめっちゃいいな。助かった。アイテムで結構回復させてないとやばいな、これは。まず回復。またみんな逃げてら危ないから。あれできんのかなって思った時、ジュノンの視聴率上げる更新のやつ、あれを倒して終わりなのね、さっきのモンスターね。まあ、だからちょっと強かったのか。なるほど。あ、これ。海チョコボとか出てくるかな。なんかサボテンのあれなんかやってんだけど、楽しみ。あ、これはマルファーレなんだ、フェリックス。あ、これはアレクサンダーだよね。アレクサンダー、そうフォークのイメージ強いね、アレクサンダー FF13。これさ、再開だとどうなんだこれ。ジュノンエリア、はい。あ、でも最初回なのかこれ、きっと。あ、これコンティニューできる、もしかして。あ、できるわ。はいじゃあどこか入れ直しなんだ。あ、ここからになるのか。なるほど。まあ、ちょっと今回ここまでにしておくか。まだあれだよね、こことここ討伐してないから、じゃあ次回そこやるか。なんかさ、ツイッターで見たんだけどさ、なんかティファとエアリスの水着がダサいみたいななんか方々に配慮した結果そうなっちゃったみたいなのがちょっと気になるところなんですけど、まあそれも製品版で見られるって感じですかね。あれか、でもさ、ユフィあそこで合流するんだね。なんかオリジナル版だとさ、特定の条件満たさないと仲間にならないキャラだからね、ユフィはね。ちょっとどうやらジュノンで合流するっていうのを分かってちょっと嬉しいですね。はい。じゃあ残りの討伐対象やっていくか。ここやな。じゃあちょっとね、バレット使っていこうかなって思うんですけれども、どっちだな。まあ、確かにあれなんだよな、ジュノン編さ、そこまでなんか容量なかったんですよね、ダウンロードするとき。まあ、なんかちょっとコンパクトな感じなのかなと思ったんですけれども。お、来た。響く渡り鳥の声。モンスターの気配感じるね。トーンワードの気象庁を確認しました。これよりガイドを開始します。になると繁殖のためジュノンの地に渡ってきます。人里から離れた場所に巣を作り、つがいで子育てをしますが、外に出て餌を探すのはオスの仕事なのだとか。かわいい我が子へ食料を届けようと、時には市街地にまで姿を現し、人間を襲うこともあるようです。神羅のジュノン建設によって自然が失われたせいなのでしょうが、放っておくわけにはいきません。機内の手土産にされないよう気をつけつつ、手土産を進めてください。はい、でこいつのバトルね。これ来るあれなんだよ、なんか空飛ぶ敵多くねえか。ちょっと来いよ。ない盛り上がってきましたね。仕上げだ。当たる。まずは見破る、思わず風が弱点か。なるほどね。はい、いて。じゃあエアロンあれエアロンキャンセルされたのしかね。問題ない。やろう。動けるうちに引き抜きか。あれと逃げるまちょっとエアリーズ。はい。お任せあれ。クラウド。そっちか。パレットは。派手にいけんだろう。頑張るね。遅くなった。目覚めた。なんか敵強いんだけど、私胸とつけた方がいい。やけに強いな。目離しちまった。おい、いけるか。そっちか。いやいついだろう。うわー、こっちだな。どうよ。よし。あ。おいいね。こんなもんよ。こっちだ。バレット強っ。さすがパワー系。ドキドキ。パワー系そうかな。ドキドキ。エリス大丈夫か。オッケー。そっちか。オラオラオラ。おお、やった、倒せた。お疲れ様でした。残りのミッションもまたお願いしますね。バレット強い。へえ、知らんかった。あ、チャドリー君。クラウドさん、お疲れ様でした。今回のバトルはいかがでしたか？物足りなかったという不満を検知。私も検知しました。前にそんな機能はついてません。クラウドさん、今回の戦闘データを使って新たなコンバットコースを作成しました。よかったら挑戦してみてください。はあ。おー、やったー。勝てた勝てた。中央家、次はここやな。よし、お、ここな。前らの気象書を確認しました。これよりガイドを開始します。複数の生物の特徴を持つ前らは魔法開発が盛んになった頃より目撃されるようになりました。そのため当初は魔法の影響によって生まれた突然変異種と考えられていたようです。しかしその後、太古の地層からキマイラの祖先と思われる生物の化石が発見されたことにより、近年はこの星に古くから存在する種であるという説が強まっています。非常に凶暴かつ好戦的なモンスターで、近隣住民への被害も深刻化しています。十分に注意しつつ調査を進めてください。はい、じゃあやっていきますか。モンスターの衝撃を受けて、強い始まってる。もしは見破るやん。調子に乗って、ほら、炎が弱いか。当たる。怖い怖い怖い。飛んでけ。あ、リミット。競技リーダー。運を裏ってどうだ。あ、すごい。やった。マジで。やるやん。ファイヤー当てる。見てられます。動けるうちに頼むぞ。そっちか。よし、ラムおじいちゃん。ポーション使って。遠距離攻撃だからアイテム回復しよう。エアリス、エアリス、それだけやってみる。クラウド回復やん。チアミーティング、はい、おうよ。全レポート達成。やった。いや、ちょっと戦闘を精進します。すいません。クラウド様、ジュノンの討伐依頼は今回でコンプリートです。おらおらどうされました？少しお疲れの様子ですね。疲れましたね。私が肩でも揉みましょうか。どうやってやるつもりですか？私にはこの理性があります。ほら、こんな風にバイブレーションでーす。あー、冗談はこれぐらいにして。今回も新たなコンバットコースを作成しましたので、そのうちチャレンジしてみてください。よーし。で、あれか、ジュノーに向かわなきゃいけなかったんだね私はちょっと早まってね、前回ちょっと倒しちゃったんですけれども、まあちょっと今回ここまでにしておくか。じゃあ、残りはちょっと製品版でね、楽しんでいこうかなと思います。はい、まあ、とりあえず必要なね、討伐対象を全部倒せたのと、まあ、ジュノンの方のイベントもやったんでね、あ、この先は進めない。はい、ちょっとあれやな、この先なんかマップ見るのも超楽しみだよな。あとヴィンセントがね、どうやって合流するのかとか、その辺も気になりますわね。はい、ユフィの合流のポイントは分かったから、あれかな、イルカちゃんとの人工呼吸ミニゲームとかも製品版でできるんでしょうかね。はい、まあ、常にね、もう1週間切ったんで、めっちゃ楽しみにしたいと思います。はい、さすがにちょっとね、発売日からやりますんでね、がっつり多分動画も上げていくと思うんで、ぜひね、気になる方は見ていただければと思います。はい、ということで、じゃあ FF7 リバース体験版はね、ここまでにしておきます。では、29日にあとはお会いできればと思います。お疲れ様でした。